カレーは飲むも。どうも原田家セムです。新年度ですね。学校や職場が新しくない忙しい日々を送っている方も多いんじゃないでしょうか。レトルトカレーは忙しい時の味方ですが、全国にはそれだけにとどまらないご当地カレーがたくさんあります。今週もカレーのレビューやっていきます。それではどうぞ。この動画はカレーを愛してやまない私原田家専務が全国47都道府県のお取り寄せカレーを紹介する企画です。今回のお取り寄せカレーはこちら、愛知県肉味噌カレーです。名古屋飯っぽく八丁味噌が入ったカレーということで、カレーと味噌の組み合わせは未経験なので、これは期待大です。パッケージを開けるとなんと当たり券が入ってました。メーカーのグッズがもらえるみたいなので、届いたらまた動画の中で報告したいと思います。早速調理していきたいと思います。今回はエビフリアーを乗っけちゃいます。完成です。いただきます。うみゃーがねー、ひき肉たっぷりでキーマカレーっぽい食感です。スパイスの香りが結構しっかりしているのですが、八丁味噌のおかげか辛さは割とマイルドです。エビフライとも合いますね。今週の原田家チェンジ、今回はエビフライにもよく合うタルタルソースをかけてみます。酸味のおかげで辛さがマイルドになりますが、タルタルのコクがひき肉と合わさって飲み応えがマシマシになります。味の印象がかなり変わるので、これはおすすめです。ごちそうさまでした。今回のカレーは辛さは中辛程度、ルーも飲みやすい濃厚さなので、この辺りにさせていただきます。今回の愛知県で残りが18都道府県です。新年度もカレーレビューしていきます。コメントお待ちしてます。今回紹介したカレーは愛知県肉味噌カレーでした。高評価チャンネル登録お願いします。次回は岐阜県青唐辛子カレーをいただきます。お楽しみに。君は一人じゃないよ、僕らがここにいるよ。いつも胸の中でずっと見つめ続けてるから、何もできないけれど、この